平野仕様表紙のエルジャポン発売前からバカ売れ。前代未聞の抽選販売に恐るべし。日本のエンターテインメント界で大きな注目を浴びている元キングプリンス、キンプリの平野仕様が11月号特別版のエルジャポン表紙に登場し、その発売前から話題を席巻しています。彼のジャニーズ事務所退所後、 初めてのメディア露出となるこの特別版は多くのファンにとって待望の瞬間となりました。また、これに伴い前代未聞の抽選販売が行われるというニュースもファンを驚かせました。エルジャポンの魅力。 エルジャポンは、ファッション、ビオン、ライフスタイルに関する情報を提供する日本の優れたファッション誌の一つでその特別版に登場することはアーティストや俳優にとって大きな名誉となります。平野紫耀が表紙を飾ることで、その魅力が一層高まり、ファッション業界やエンターテインメント業界で彼の存在感が際立ちました。事前抽選販売の衝撃。 ベルジャポン11月号特別版の発売に関する情報が19日に解禁された直後予約が殺到し出版社の公式サイトが一時的にサーバーダウンする事態が発生しました。さらに各 EC サイトでも瞬たたく間に完売となり発売前から多くの人々がこの特別版を求めて気負い合いました。 その後、翌20日には重版が決定し、平野仕用の人気の高さが浮き彫りになりました。一部の書店では、明日の発売日に大勢のファンが訪れることを予想して、前代未聞の事前抽選による販売を実施することを発表しました。この発表に対し、 ファンたちは驚きと興奮の声を上げており、平野紫耀の人気がどれほどのものであるかを示す一例と言えるでしょう。平野紫耀の最新活動。平野紫耀は、ジャニーズ事務所を退所した後、飛べ、という新しい会社に参加しました。その後、自身のインスタグラムアカウントでライブ配信を行ったり、ファンからの質問に答えたり、 世界的なダンサーであるリーハタ氏とのコラボダンス動画を公開したりと、積極的に活動してきました。しかし、一方でメディア露出の機会が限られており、ファンは彼の本格的な活動再開を待ち望んでいました。 その待望が実現し、平野紫耀が L ジャポンの表紙に登場することが発表された瞬間からネット上はお祭り騒ぎとなり、この特別版の予約が殺到したのも納得のことでした。事前抽選販売の詳細。事前抽選販売について詳しく見てみましょう。 例えば、大阪の梅田塚田屋書店では、28日午前9時から9時30分までが集合時間とされ、その後、抽選券が配布されます。そして、10時30分になると、当選者のみが一人一冊の L ジャポンを購入できる仕組みです。同様に、別の書店である、 木の国屋書店流山大鷹の森店でも事前抽選が行われ、当選者25名に対して告知されました。また、各 EC サイトでも予約受付が行われていますが、すでに一部のサイトではお届け日が10月7日から9日に設定されており、即座に手に入れたいファンは書店に足を運ぶことが考えられます。平野仕様の表紙効果。 平野紫仕が雑誌の表紙に登場すると、それだけでその雑誌の売り上げが飛躍的に上昇することが知られています。実際、彼は2022年にカバーガール大賞のメンズ部門で3年連続首位を獲得し、その実績は電動入りとなるほどのものです。彼のファッションセンスや魅力は多くの読者に支持され、今回のエルジャポン、 特別版の売り上げにも期待が寄せられています。平野紫耀がエルジャポンの表紙に登場することで彼の人気はさらに高まり、その魅力が多くの人々に伝わりました。発売前からの予約殺到や異例の事前抽選販売は彼のファンの熱狂的な支持を示すものであり、今後も彼の活躍に注目が集まることでしょう。また、 彼のファッションセンスと魅力が、エルジャポンの売り上げにどのような影響を与えるかが非常に興味深いです。今回の特別版が日本のファッション業界に新たな波を巻き起こすことは間違いありません。